平成23年台風第9号は2011年7月28日に発生した台風である。新ロズ7月27日9時に北緯10度、統計142度のカロリン諸島で熱帯低気圧が発生し、28日午後3時にフィリピンの東で台風に昇格したためアジア名、ムイファーと命名された。命名国はマカオで梅の花を意味する。 また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、カバヤンと命名した。台風は勢力を強めながら北上し、8月4日午後3時頃に、沖縄県が暴風域に入り、沖縄本島では、中南部が4日午後3時、北部は6時に、暴風域に入ってから6日、正午頃まで、実に1日半以上、中南部では45時間にもにわたって、 暴風域に止まり続けた。沖縄本島が24時間以上暴風域に止まり続けたのは2004年の台風18号以来のことである。また40時間以上暴風域に巻き込まれたのは53時間暴風域に入った2001年の台風16号以来のことである。さらに6日午前までの24時間雨量について 本部長は610ミリ、名護市は459ミリと、いずれも観測史上最高値を記録した。9号はその後も北上を続けて、北朝鮮に上陸した後、9日の21時に温帯低気圧に変わった。なお、台風9号からの暖かく湿った気流が、新潟、福島豪雨を起こした前線へ流れ込んだが、 間接的影響であるため台風9号と新潟、福島豪雨は別災害として扱われている。沖縄県では台風がゆっくりとした速度で進んでいたこともあり、影響が長引き、8人の重症者含む42人が負傷し、最大9万8000世帯が停電したほか、農業面では6億6273万円の被害を被った。 台風の影響で波が高くなった関東地方では8月3日、千葉県と神奈川県の海の沖合で漁船3隻が相次いで転覆する事故があり2人が死亡し1人が軽傷を負った。また、韓国では4人が死亡し、北朝鮮でも100頭以上が破壊され10人を超える死者、負傷者を出した。また、フィリピンでも4人が死亡している。ありがとうございます。